今日はですね、ソルトレイク2002、アテネ2004、努力と苦悩その果てに、東京オリンピック開催決定記念企画枠の方ね、やっていきたいと思います。ではね、よろしくお願いします。ではね、今回、やっていくゲームなんですが、一応、アルペンスキー、そして、ジャンプ男子ラージヒル個人、そして、スノーボード、男子パラレル大回転、アルペンスキー女子回転、フリースタイルスキー女子エアリアル、そしてボブスレー男子二人乗りの方ねやっていきたいと思うんですが、どれからいきます？最初これアンケートがやる必要はないと思うんで、どれにしたらいいんでしょうね。ちょっと待ってくださいね。まあ、まずはそうなんですよ、そうですよ、今日はねゴーストヘッドじゃないんですよ。ということでワコトークということで、小手半博さんいらっしゃいませ。ボブスレー、ということで、31番さんいらっしゃいませ。サッカーないんですよ。一応今回ね、まあ東京五輪は一応夏季オリンピックなんですが、とりあえずまあね、一番近くにあるのはまあソチオリンピックって言って、冬季のね五輪なんで、そちらの方ねやっていこうと思います。監督ということで、監督の夢放送希望さんいらっしゃいませ。さて、じゃあねやっていきましょう。まあアルペンスキーからいきましょうかね。じゃあね、ちょっとアルペンスキーの方行きましょう。ではこれでいきますよ。さて、楽しんでいきましょう。ちょっとね、もう私ね、もう結構ね日頃から頑張ってるんでね、筋トレなんかね、あとフットサルなんかも頑張ってたんで、ね、選ばれたんだと思います。ではね、作品をやっていきましょう。まあ、少ないですけどね、仕方ありません。まあ今回ね、どのような展開が待ってるか分かりませんけどね、行きましょう。さて、実況の方が入っております。アルペンスキー男子滑降の方ね始めていきましょう。私一応説明書の方ね片手にやろうと思ってるんですけど、五輪枠7年後って言ったやんって言われましたもね。ということで、35番さんもいらっしゃいませ。あ、ちょいカクカク、これがね一応プレステ2のね、あれなんですよね、実力なんですよね。すいません。さて、ではねやっていきましょう。これカクカクって言われたらね、もう何もできなくなっちゃうんでね、このままでいきたいと思います。どうしようもないんでね、それね、すいません。さて、ではね、今回、競技の方にね、出場する選手の方をね紹介していきたいと思います。誰が出てくるんでしょうか。次に控えているのは、監督来ました。将来が非常に期待されている、将来が非常に、期待されている選手。行きましょう、皆さん。行きますよ。始まりますよ。はい、スタートしました。この選手にしては見てますよ、もちろん見てます。ありませんでした。人類の限界を超えたですね。行きますよ。とりあえずもう始まりました。これがね、アルペンスキーという競技。非常にね、右の方に見えてる、はい、ですよね。だから多分人によってっていうか、今ね、一応ゴールデンタイムなんで、一般会の方は基本的にはカクカクになりやすくなっております。大きな遅れを取ってしまいました。それはね、ニコニコの問題なんで、私がね動画の方アップした方で見てください。もしツルツルのやつが見たい場合は、やばい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 、この隙間を通っていくんですよね、確か。多分それで合ってるはず、私の認識だとこう、やばい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 、あーやばいやばいやばい、危ない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 ですね。とりあえずこういうその差はわずかだ。こういう目線なんですね、これね。アルペンスキーすごいツルツルですよ。何何これ、ちょっと待ってよ。やばいやばい、いや重いです、面白いんですけど難しい操作が、やばいやばい、曲がりきれない、あーやばい、あー門の左右を誤ってしまいました。やばい、やってしまった、すいません。監督、あっとこれはひどい、これおそらく板のエッジが雪面に引っかかったものでしょう。やってしまった、この選手の滑りに期待を寄せていた人は多かったと思います。やってしまった、いきなり本来の、記録なしでございます。ってしまいました、ね、いやすいません、ちょっとね今日は本来の力を出し切れていません。今日はね、本来の力を出し切れてないということで、ちょっと待ってくださいよ、これどうなるでしょう。リプレイでもう一度見てみましょう。さてリプレイの方で見てみましょう。曲の方はね、一応ウルトラソウルの方を掲げさせていただいております。行きましょう。さて、監督ね走り出しました。素晴らしいスピードで、滑空の方しております。いやいいですね、このリプレイ機能。そしてね、うまくこの赤と赤の旗の間をねくぐり抜けていかなくてはいけません。そうですよ、プレステ2のゲームだったらね、これ最高の基準だと思います。さて、うまいことね、滑空の方、滑空っていうんですかね、これ滑るのことね、滑降か、滑降していっておりますよ。見てください、この景色、よく見るやつですね。 BS なんかでよく流れてるやつだ、これ。そうですね、震え声ですよ。さて、あー危ない危ない危ない、回る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 、
いや、すごいスピード感ですよ。皆さんのね、放送画面の方でもそれ感じることはできるんでしょうか。そしてここです、ここです、見てください。ここから曲がっていく、曲がっていく、曲がっていく、早い早い早い、行きますよ。まあこれもリプレイなんで、もう結果のは知ってるんですけどね。あー危ない危ない危ない、あーっと倒れてしまった監督。あーもう完全にスキーボードとですね、そしてストックの方は飛んでおります。そして私自身も回転している。これが大回転なのか、これが大回転の意味なのか、違うぞこれは。いや本当ですか皆さんね。でもこういう感じで1回目のは失敗してしまいました。いやーちょっと残念ですね。さてというわけで、とりあえず1回目の、ね、挑戦のは失敗しました。私何位なんですかね、ドンケツなんでしょうか。ドンケツですね。記録なしと出ました。残念。私の名前出てきませんでしたね、監督っていう名前。ちょっとね、まあ、アルペンスキーはこんな感じみたいですね。ちょっと待ってくださいよ。とりあえず全種目やりましょうか、それとも1種目ずつ極めていく感じにします。どっちでも私はいいんですけど、どっちのが盛り上がるんだろう皆さんはね。一応曲の方ね、このメニュー画面では曲が流れないんで、私はね代わりにかけさせていただきます。どうしましょうか。他のスポーツもあるんですけどね。はい、本当ですか、残念です。まずは1周しよう。あ、そうですね、じゃあ1周していきましょうかね。じゃあ次はジャンプ、男子ラージヒル個人の方ねやっていきたいと思います。あ、なんかね監督何こっちを向いてね、もう私は準備万端だよみたいなポーズしましたよ。行きましょう。いや、どんなことが待ってるんでしょうか。まあ基本的にねこれね、メダルを獲得するのがね一番重要なことだと思いますんで、メダル獲得に向けてね頑張っていきたいと思います。さて、そろそろ始まるんじゃないかな、行きましょう。こんにちは、晴天にも恵まれ、そうですね、こんなに最悪な滑り出しになると思いませんでした。男子個人ラージヒルのねジャンプの始まりました。行きましょう皆さん、飛んでみせますよ私ね。ゲームの音量と私の実況、そして BGM のバランス大丈夫なんでしょうか、よくわかりませんがね、行きたいと思いますよ。さてこれがね、ジャンプラージヒルのジャンプ台でございます。すごい高いところですけどね、大丈夫なんでしょうか。さあ日本の選手がスタート位置に着きました。日本の選手がスタート地点に着きました。ヒゲを生やしてますね。あ、なんでしょうこれは、ベロベロバーでしょうか、なんか変なポーズしましたね。笠井さんでしょうかね、わかりません。ということで76万さんいらっしゃいませ、行きましょう。もっこりはしてますよ、行きますよ、飛びますよ、ジャンプ、うまく踏み切りました。どうなのよ、どうなのよ。いい経験になるでしょう。幸い良い怪我は負っていないようです。あー、なんなんだこれ、あれ、いや着地点です、×ボタンを押せって書いてあるのにな、なんだろう、失敗しちゃいました、すいません。最初のラウンドが終わった時点では16位、後ろから数えた方が早い順位です。やばいやばいやばい、すいません、大事故ですね。ちょっと待ってくださいね、これどうすりゃいいんだ。いやいや、あー、がっくししておりますよ。これは難しいな、もう一回挑戦してみよう。これもう一回リプレイして、リトライしていいですか、ちょっとこれ。あ、できないのか。さあ今のジャンプをもう少し詳しく見てみましょう。行きましょう皆さん。さて監督、思い切り踏み切った、なぜか直角行、V 字のね綺麗なフォームじゃありませんが直角行になっております。そして着地、ひどいことになっております。またもや同じ状況、そして関節がえらい方向を向いております。これが監督の実力ではないということはね皆さん知ってると思いますが、ちょっと1回目の挑戦ということでちょっとドキドキしてしまったんでしょう。まさかの失敗ということで、失敗しましたね。もう1回いきましょうかね、じゃあね。いやこれ恥ずかしいですよ。そしてね監督がっくしですよ、こんでが私の実力じゃないぞとね今ね意気込んでおりますよ。K 点超えれませんよ。いやーちょっとね残念ですね。もう一回行きましょうか。いやこのねいろんなアングルでね捉えてくれるってのもいいですね。いや手首完全に折れてましたね今ね。これはひどい。まあかわいそうなんでそろそろこれぐらいにしときましょう。よいしょ、じゃあもう一回挑戦してみましょうかね。これはもう一回これ挑戦したいな。あ、出ました。日本、あ、ドンケツです。やばいですね。日の丸飛行隊、ここまでね、落ちてしまったかといった点数、22.5 ということで、まずいですね。もう一回挑戦したい。あ、2回目ありますね。2回目もあるんですね。1回目と2回目の合計点でいくのか、これは。
もう一回ね挑戦の始まりますよ。皆さん、息をね飲んで見守ってください。これがね監督の、いやそうですね、こっからですよ。こっから行きましょう皆さん。もう一回来るみたいですよ、2回目のジャンプ。危険な競技ですね。行きますよ皆さんもね、素人ながらあれを見てね飛べるのかなと思ってねやってみてください。多分私と同じような状況になりますよ。行きます。スタート位置で自分の番をじっと待つのは日本の選手がねついに出番を迎えました。まあ多分ね今最下位なんで、順番としてはトップバッターで飛ぶんじゃないかと思いますけどね。ここでね、わかりません、どれぐらい行くんでしょうかね。80メートルぐらい飛んじゃいますからね。行きました、うまく踏み切りました。行けるんじゃないか、行けるんじゃないか、行けるんじゃないか、よいしょ。着地も飛距離も素晴らしい。オッケーオッケーオッケー、立ちました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 よ、立ちました。でもなんか悔しがってる、悔しがってるのかこれは。どうしたの、なんで悔しがってんの。飛んだよ、109メートル、109メートル。最後のジャンプで結局は貝に沈んでしまいました。何、また貝、周りが強すぎて全く活躍することができませんでした。周りが強すぎて全く活躍することができませんでしたってどういうことですか。拍手の方はね起きてるんですが、残念残念みたいですね。これじゃダメなのか、がっかし。おお神よ。では今のをもう一度、今度はリプレイで見てみましょう。いやだいぶ言われてますよ。いやもう一回見てみましょうかね。今回は曲なしでいきましょう。いやなかなかいい感じで飛んでたと思うんですけどね。なんでなんだろう、いい感じで V の字になってますしね。あの船木がね飛ぶ感じですよ、私のイメージの中ではね。 K でも超えたような気がするんですけどね。いやすごい言われようですよ。なんでこんなこと言うんでしょうね、実況の人ね、日本の人なのに。日本の選手に対してこれまで、これオリンピックでこんだけ言うってだいぶひどいですよ。音速のマークを2ということで、 LG さんいらっしゃいませ。ただいまね、ソルトレイク2002というオリンピックをね、使っている。あ、そうなんですか。もう一回言ってましょうか、押すのが早い。これはラージヒル、ラージヒルですよ。あ、セーブされちゃった、恥ずかしいな。まあいいや、でもう一回行きましょう。そうですね、今こちらやってるのはラージヒルの競技でございます。まあこちらねちょっと BGM の方がすごいダサいんでね、あの私が勝手に BGM の方をつけさせていただいております。さて、まあ一応とりあえず一周しましょうかね。ある程度操作性をね確認したいっていうのもあるんでね。次はスノーボード男子パラレル、そうですね、面白いですけどね。スノーボード男子パラレル大回転、これ行きましょうかね。これ行きましょう。あ、すごいノリノリですね。なんかちょっとマッチョですね。スノーボードってもう少しこうなんかね、あのかっこいい感じの人がやるもんだと思ってましたが、これでいいんでしょうか。ちょっとそこら辺わからないですけどね。まあスノーボード日本の選手もねだいぶ活躍する選手が、期待される選手がねいるんでね、楽しみですねこれね、実際のソチオリンピックでもね。さて、じゃあねそろそろ準備の方できたんで、曲の方変えていきましょう。いやどんな感じになるんでしょうね。皆さんこんにちは、スノーボード男子パラレル、スノーボード男子パラレル始まりましたよ。あ、もうこれ難しいやつだ、やばいやばいやばいぞこれ。大丈夫かこれ。操作は、操作は、操作確認しなきゃ、やばいやばいやばい、操作は確認できてない。クイックターンが四角ってなんだ、しゃがむが×で視点変更が三角、 OK です、了解です。一応ある程度のことは確認しました。ちうるせえな、私何も言ってませんよ。さて行きますよ、始まりますよ。青コースを滑るのは日本の選手です。青コースが日本の選手、赤コースを滑るのはフィンランドの選手、赤コーナーはフィンランドの選手。私はね日本の監督でございますんで、青コーナーのね青の旗の間す、通っていかないんだといけないんだと思います。行きます。はい、赤コースの選手がまずはゲートを先に飛び出しました。やばい、何、青コースの選手失格です。ペナルティーが課せられます。予選のベストタイムの 5% が次のスタートに加算されます。何それ、相手の選手が失格したため赤コースの選手悠々のフィニッシュとなりました。ちょっと待って、1回目の結果から見てこのフィニッシュの選手が大きなアドバンテージを得ています。1回目どういうことだこれ、これどういうこと、ちょっと待ってください、よくわからんぞ、どういうことですかこれ、終わったんですかこれ、ここでオリンピック終了ですか、私のスノーボーダーとしての人生これ終わりですか。スタートしました、さて行った、そしてぶつかる、終了終了、オリンピック終了、これはひどい、いやこれはひどい、いや全然願い事か叶いませんでしたこれ、ひどい話ですよこれ。いやこういうことなんですね、いやこういうことなんですよ、オリンピックっていうのは魔物が住んでるというのはね事実でした。
さて、じゃあもう一度ね、挑戦しましょう。どのように動かせばいいんだろう。ちょっと待てよ。待てよ。どういうことだ。この、よくわからんぞ。パワーバー。ちょっと待てよ。今ね、読みながら言ってます。ちょっとね、説明書の方。ということで、じゃあこれ2回目です。ということで、134番さんいらっしゃいませ。一応ね、2回滑れるらしいんですよ。赤の方ですかね。赤ですね。次は赤。フィンランドの選手が青い旗の立ったコースを滑ります。×ボタンを押し始めて、離すらしいですね。日本の選手が滑ります。了解です。行きましょう。で、×ボタンでしゃがむ。スピードアップですね。行きましょう、じゃあ。オッケー、青コースの選手、素晴らしいスタートを切りました。これは痛い。赤コースの選手は失格です。ちょっと待って。どういうこと？右に行くの？左に行っちゃった。ちょっと待って。いや。もうこれ、右に行くね。わかりました。一応大回転は右に行く。大回転は右に行くんですね。左じゃないんですね。了解です。あ、旗の細い方行く。了解です。わかりました。あ、なるほど。頭いいな、皆さん。赤コースの選手が失格しているため、勝利はすでに確定的でした。この結果、フィンランドの選手が記録なしになっちゃいました。駒を進めます。あ、なるほど。これ、あれなんだ。戦うんだ、2人で。なるほど。そういう感じなんだ。準々決勝って言ってましたからね。ベスト16まで行ってた選手なんでしょうね。ちょっと残念でしたね。まあ、これはちょっともう、恥ずかしいこと、この上ないですよ、これ。いきなりこれ右に行って失格ですからね。いや、これはちょっとひどいですね。すいませんでした。ちょっと次行きましょう。せっかくこう行けると思ったんですけどね、ネクストラウンドもありませんからね、私ね。あ、もう勝手にこれ進むんだ。どこが優勝者か見れるってことですね、これね。ところで昨日のブルーレイダーのタイムシフト後半見たらめっちゃ面白かったんだけど、はい、そうですよ、トゥームレイダー面白いですよね。私もね、今非常にハマってるんですけどね。いやでもね、この今のこのプレイじゃね、ネットに叩かれちゃうんでね、頑張ってね、トゥームレイダーの方も頑張って放送の方でやっていきたいと思いますけど。最後スイスが優勝したんですね。スイスが、まあこれはまあいいでしょう。私関係ないんでね。次行きましょう。いや、そうですね、日本のレベルおかしいだろうみたいなことになっちゃいますよね。まあいいや、次行きましょう。アルペンスキー女子回転、これはいいんじゃないか。あ、いいですね。キスしてくれましたよ。楽しみですね。いや、どんなことが待ってるんでしょうね。いや、優勝してみたいな、一回でいいから。優勝したいな。できるのかな、優勝。はい、というわけで、154番さんいらっしゃいませ。ディアバレースキー場にようこそ。アルペンスキー女子回転の第1ラウンドが始まります。次行きましょう。資格剥奪レベルのオリンピックと聞いてということで、すいません。夜の接待代表になったんですか。私の資金力に物を言わせたね、なんていうんですかね、グリーン活動っていうんですか、によって、代表になれたんでしょうか。さて行きましょう。まずはゴールを目指しましょう。優勝目指しますよ。優勝しましょうよね、1回ぐらい。行きますよ、監督。今回はね、女性です。日本の選手、素晴らしい滑りを期待しましょう。これはいた、行きましたよ。スタート、一気に雪面を滑り降りていきます。何これ、どういうこと。やばい、超むずい。これ超むずいぞ、これ。これ超むずいぞ、これ。やばいぞ、これ全然スピード感ないけどいいのか。いや、これ何回戻されてるけど大丈夫なのか、これ。やばいぞ、ちょっと待って。やばいな、これ四角、三角、違うな、全然いけない。いや、これむずいぞ。皆さん思ってる以上にこれ難しいですよ。ちょっと待ってよ。これどうすんの、こういうこと。なるほど、そういうことか。分かった、やっと分かってきた。コツをつかんだぞ。中間まではよくありませんね。後半の追い上げが必要です。追い上げとかないですよ、これ。ちょっと待ってよ、これひどいな。どうやるんだろう。え、普通にこれ、いや、これ結構しんどいぞ。いや、何なんですか、これ。これむずいぞ。ちょっと待ってよ。バツボタンでダッシュができるのか。いや、むずいな、これ。いや、これは無理だな。これで優勝は無理だ。まあ、監督ね、まあ、何かの競技でね、メダルが取りたいんですよね。何なんだ、よくこれ、あれしてるじゃん。内側通らないといけないってことか。そういうことか。
内側を通らないとダメなんだこれ。ひどいな。いやいや、難しい。はい、というわけでもごめんさんいらっしゃいませ。今日はねハイパーオリンピックではなくですね、ソルトレイク2002という作品の方ね、やっております。2回目のレースに期待したいところ。いやひどいなこれ。しかも2回もあるんだ。いかにも残念そうな表情です。いかにも残念そうな表情ですということで、頭を抱えてます。これじゃ日本に帰れない、どうしよう私、そんな感じでしょうか。さてもう一度見てみましょう。これは悲しいですね。感想おめでとうじゃないですよこれ。しかもこれね、毎回こう切り替わるというこのスタートがやばい。何回これスタート切ってんだよということで、あ、ということでピグモンさんありがとうございます。ここであのね、いらっしゃいませ。あ、そうですね、何回も切り替わっていくこのねスピード感のなさ、何が大回転なのか全く分かりません。マリオとソニックのオリンピックのゲームありますね、うん、これどうなんだろう。これひどいなこれ。そうそうそう、いろんなのありますよ。マリオとソニックのやつはね、ロンドンのやつもありますよ。いやひどいなこれ、全然進まないなこれ。これ1分かかってるわけですからね、それはねこうなりますよね。あ、秋葉ズオリンピックじゃねえ、間違えた。秋葉ズトリッププラスはねまた予約枠の方取ってるんで、そちらの方ね確認してみてください、スケジュールの方ね。いやどうしようこれ、全然進まないな。まあいいや。いやこれね次行きましょう。ちょこれはひどいんでね、いやほんとしょ間違えちゃいました。ちょっとねいろいろ混じってしまいました。私よく 2つの単語がね混じるんでね、しゃべってたらね。さてまあとりあえずこれ2回あるそうなんで、ね、2回目行きましょう。日本の選手素晴らしい滑りを期待しましょう。いや五輪秋葉であったら面白いですけどね。行きましょう、行きますよ。今回は決めます。私が本気出します、本気出しますよ。行く、行きますよ、本気出しますよ。よしよしよし、意外とこれハードだこれ。やばい、まあ、やばい、一回あれが出たらやばい。ちょっと待てよ、まあ、とりあえずあれがあんまないようにしましょう。あれがあんま大きいように、あれがあんま大きいようにいきますよ。頑張ってください。これがどうやらあのアルペンらしいんで、アルペンっていうかこれ無理でしょ、むず。中間地点でわずかながらタイムをリードしています。え、リードしてる、優勝するかもしれん、優勝するかもしれんぞこれ。大変だこれは、優勝するかもしれんことになっとる。わずかながらリードしとるらしい。いや待てよ、そうですね、男子のやつの方が面白いですよね。これはなんか大回転って言ってまた違う競技みたいですね。ちょ待ってさよ、さっきのなんかアルペンスキーのやつでやばい、これは無理だ。リードしてる、優勝する、これもしかして1位の記録に勝ってんじゃないこれ。アルペン、ヒマラヤ、オッケー、いけたんじゃない。これ大回転、大回転、いけたんじゃないこれ。優勝したんじゃない。何この選手の実力なら、やすやすとメダルが取れそうに思われましたが、え、今日の結果ではそうはいきませんでした。マジか、わこーというか、ごみみさんいらっしゃいませ。どうやら16位ドンケツでございます、ビリケツです。あー、なるほど、これ2回分のタイムなのか。結局自己ベストを更新、その嬉しさがこちらにも伝わってきます。自己ベスト更新で喜んでるし、16位だっつーの、何言ってんのあなた。では彼女の滑りをもう一度見てみましょう。あ、でも58秒52なんだ。やばいですね。これもしかしたらこの58秒台でね、58秒でした、58秒52なんで、これ2回これやったら1位取れるのかもしれない。まあでも、あ、取れるよ。いや違う、これ58秒、さっきの記録を2回出したらいけたんだ。1回目のやつが遅すぎてダメだったんですよ。なるほど、そういうことなんですね。なるほど、ちょっと待ってくださいよ、これは狙える、これは狙えますね皆さん、これ狙えますよ皆さん、メダル狙えそうですよ。よし、じゃあ次ですね、次行きましょう、次の競技行きますよ皆さん。まあとりあえず今日はね、一通りまずは5種類あるね、競技の方に挑戦していきたいと思います。5種類だったかな、6種類ですね。次、フリースタイル女子エアリアル、これがあれか、アルペンスキー男子滑降と女子回転。エアリアルってなんだろう、飛ぶやつか、モーグルみたいなやつかな。ということで、言いましたかね、すいません、ご夢さんいらっしゃいませ、すいませんでした、ちょっとね気づきませんでした。よし、じゃあ行きますよ、そろそろね、これ行きましょう。フリースタイルスキー女子エアリアル、
いや、狙える可能性があるということです。マンシはね、してはいけません。さて、楽しみですね。いや、このゲーム、なかなかすごいかもしれませんね。飛んで回るやつや。ちょっと待ってくださいよ。飛んで回るやつ？やばいやばい、説明書。説明書読まないでやばい。こんにちは。今日はここディアバレースキー場からバーを止める？スキー女子エアリアルをお送りします。何これ？ちょっとよくわからんぞ、説明がよくわからん。和骨ということで、なんかのさなぎさんいらっしゃいませ。バーを止める？バーってなんだ？アイコン？アイコンが出るのか？左スティックと三角を同時に押す。何のこと言ってんだろう。まあいいや、まあ、とりあえずバツボタンです。バーを止めてコマンドを入れて、ジャンプ台がある。コマンドがバツと三角、なんかよくわからんですけどね。とりあえずやってみましょう。これが、女子、エアリアルでございます。この厳しい状況の中、日本の選手が位置につきました。これ何なんだろう、よくわからん。ひねりも入れる。あ、これなんか、あ、これ自分で技が選べれるんだ。技が選べるんだ。これ最高のやついきましょう。最高のやつ、最高難易度、フルダブルフルフルでいきましょう。いきますよ。タリフ 4.45 フルダブルフル。やばい、フルは非常に難しいジャンプです。彼女ならやりこなせるでしょう。やばい、右にしちゃった、右にしちゃった。やばいか、これは何これ。踏み切りのスパイです。はいはい、水上まず丸まず時間は転倒で怪我はしていないものです。これはスコアに響くでしょうね。これ超むずい競技だ。これが一番苦手なやつだ。リズムゲー系だ、これ。難しい。飛んだ瞬間に入れていくやつだ、これ。やばい、ゼロ点。はよくありません。ゼロ点。ちょっと苦しい展開です。ゼロ点初めて見ました、これ。やばい、これ。何この記録。しかも日本が自分の国のひいきで 1.5 点入れた。リットトリップランナーを思い出しますけどね、これ。それでは今のトリックをリプレイでもう一度見てみましょう。じゃあ見てみましょうね、皆さんで。今回いきます、飛びますよ。翼をください。聞いてもらいましょう。いきます。美しい、美しい。でもなんかうまくいってんのかどうかわかんないですね、これね。ちょっとうまくいってんのかと一生思ってしまう、この微妙な感じ。んー、でも失敗しちゃったな。なんか一番最高難易度行くべきじゃなかったのかな。でもまあゼロ点ですからね、ひどいありさまだったんでしょう。さて、とりあえずですね、まあこちらのリザルトが出ましたが、まあはい、というわけで、監督の曲をマクロにして、眠りたいさんいらっしゃいませ。今日はね、クロックタワーじゃないですよ。もう一回やるんですか、これ。難しいな。ちょっと待ってくださいね。その前に一周しません？ボブスレーやりません？ちょ、ボブスレーもやってみたいんですよね。あのクールランニングね、あるじゃないですか。チャーンチャーラーチャーチャーン、あれ、あれ炎のランナー。違う曲歌っちゃった。なんかこれでいこうと思ってるんですけど、ボブスレー。ちょっとね、一応競技の説明の方を読んどきましょうね。ボブスレー、ボブスレーを押すときに、スタートのときに丸ボタンと四角ボタンを交互にかつ連続早く押してレースのスタート時でスピードを上げますが、2人のチームメンバーがボブスレーに乗るタイミングを計算して×ボタンを押してください。左右に移動するときは方向キー、視点変更は三角ボタン。なるほど、つまり丸と四角を使うんですね、これはね。行きましょう。ボブ、いや、これは来ますよ、多分。ボブ、ボブじゃないか。ということで、神楽寺さんいらっしゃいませ。行きましょう。いや、これどうなんだろう。これがちょっと期待してください。私、あの連打の神様って言われたことがあるんでね。いきますよ。顔は言わない。顔のことについては言わない。後ろに見えてる顔については皆さんね、触れないでください。いきましょう。丸と四角です。こんにちは。今日はボブスレー男子2人乗りが行われようとしています。丸と四角。丸と四角で。で、乗るが×ね。OK。丸と四角と×ですね。ちょっと連打しますね、私。いきましょう、皆さん。音の方は大丈夫でしょうか。実況の方ちゃんと聞こえてますか。行きましょう。高橋名人並みの連打見せますよ。ちょっと結構広いぞ、これ。大丈夫か。いや、それはまあ押せませんけどね。身内の中でのその呼ばれ方なんでね。行きましょう。これは興奮するな。皆さん、クールランニングって知ってますか。あの素晴らしいね、ボブスレーのジャマイカ代表の、まあドキュメンタリーみたいな。日本チームは最終準備を進めています。行きます。行け。×乗って。いきますよ。このスタートを見る限り、かなりの好成績を期待することができそうです。いきますよ。いきますよ。いきますよ。よし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 。よしよし。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいよ、いいよ。いいんじゃない？よくわからんけど、いいんじゃない、これ。
さあトップのタイムを上回ります。危ない危ない、このまま行けば1位でフィニッシュラインを。やばい、危ないぞ危ないぞ、ちゃんと方向機方向機方向機入れて、方向機入れて、よし、左左左左に行って、左に行って、OK、いいんじゃない、いいんじゃないですか。最後までキープできれば間違いなく1位につけられます。間違いなく1位らしい、これは期待できるんじゃないか、期待できるんじゃないか、いいんじゃないか、いいんじゃないか、これはいいんじゃないか、これはゴール。滑りは十分にメダル圏内、メダル圏内させるためには次もいい滑りをしなければなりません、はい、ということで248番さんいらっしゃいませ、1位じゃない、1位じゃない、1位来た、1位来たんじゃないこれ、え、これ決定、1位。素晴らしい滑りでしたが、喜んどる喜んどる、意識していなかったようですね。これ友情じゃない、友情じゃんじゃない、操作してますよ。滑りをリプレイで見てみましょう。さて日本代表、日本全国的に考えると雪が少ない、そんな国、その国から生まれてきたこのボブスレーの選手たちが今オリンピックで優勝を勝ち取ることができたのです。見てくださいこの滑りを。はい、このねカーブのね、この、素晴らしいテクニック、内側を攻める、インを攻める、この感じ、和光ということで、駅殿さんいらっしゃいませ。ただいまね、オリンピック東京オリンピック開催決定記念枠として、アテネ、2004と、ソルトレイク2002の方ね、プレイしております。今はね冬季オリンピックのソルトレイク2002の方ねやってます。いや、やりましたね。いや、この動き見てください。もう一本あるんですか、そうなの、これ優勝じゃない、どうなんでしょう。ほらリザルト出ましたよ。いやいや、ぬか喜びじゃないと思いますけどね。さあどうなったんでしょうか。え、2回目あるの。さて、え、ちょっと待ってください、ダメですよ、優勝狙えるのに。え、これ1回目、あ、これまだなの、まだでした、まだみたいです、 2本目あるみたいですよ、勘違いでした。いや、マジか、いや、いい方のタイムじゃなくてこれ合計な気がするな。ちょっと待ってくださいよ、言いましょう皆さん、日本チームが最終準備を進めています。いきますよ、いきますよ、あ、間違えた、まじ、ちょ、今度行こうに、いきますよ、いけ、 OK、いますよ。スタートの練習を十分にした甲斐あって幸先の良い滑り出しになりました。合計でおかしくね、合計じゃないかな、ちょっと待ってよ、これ早い、なんかさっきより早い、さっきより早い気がする。トップのタイムに追いつくのは大変かもしれませんが可能ではないはずです。じゃあ2回目も余裕じゃないかもしれない、ちょっと待ってよ、これ早い、ちょっとさっきより早い、ちょっとさっきより早いかもしれん、これさっきより早いかもしれません。ほんの一瞬の躊躇が彼らのオリンピックに収縮を打ってしまいました。あ、ちょっと頭ゴリゴリになった、まずい、あ、やばい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 、これやばいかもしれん、これやばい、さっきのちょっと、これは不満そうだ、いや、うまくいかなかったですね。いや、これは頭が痛そうでしたね、ちょっと。しかしまあ元気なようです、日本代表選手では。リプレイです。いや、バスタブで練習したところで上手くならないでしょ、これ。ちょっと待ってくださいよ、どうなったの今の。ちょ、一回冷静に見てみましょう、冷静に見てみましょう。ちょ、まずはちょっと無音でね、ちょっと冷静に見てみましょう、これね。何が悪かったんだ。やべえ、バスタブツボだわ、わらわら。いや、まあバスタブで練習したってこれ上手くならないでしょ、これね。いや、飛んでますね、何回もこう浮いてます。あ、やばい、ゴツゴツぶつかってる。ちょっと待って、すごいぶつかってる。あ、そうですね、ブレーキもあるのかな。あ、倒れた、頭がすごいぶつかってる、うん、大丈夫なのかなこれ。あ、結局これ合計タイムなんじゃないか、やっぱし結局早すぎたのか。あー、ダメか。どうなったんでしょう。ん？早すぎたんでしょうね、多分ね。これ2回多分連続でいいタイム出さないと優勝できないんだ。あー、残念ですね。今のちょっとチャンスかなと思って軽くちょっと期待したんですけどね。残念です。さて、とりあえず1周終わりました。これ以上のゲームはありません。さて、というわけで、どれからいきましょうか。まずアルベンスキーで優勝を目指しましょうか。ちょ、私もテンションを上げるために曲の方をちょっとかけながらいこうかな。ちょっと。
これはクオリティ。じゃあ、いや結構高いんですけどね、種類が少ないのが辛いですね。でも、なるほど、ボブスレーに関しては初めの初速が重要ということね。じゃあとりあえず、まあ、この時間内に全てメダルを取れるかどうか分かりませんけど、それを目指していきましょう。いきますよ。ダウンヒルにプレジャンプはないの？ないみたいですね。なんか種類がね、1種類ずつしかないんでね。ここソルトレイクはスノーベーシンスキー場にようこそ。さて行きましょう。ソルトレイクでね、日本が、金を取る瞬間見ましょう。まあ、実際の歴史上ではね、ソルトレイクではメダル何個取ったのかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、皆さん覚えてる方いらっしゃるんですかね。長野はね、ジャンプでいっぱいメダル取りましたけど、これはどうなんだろう。ちょっと待ってくださいね。前畑頑張れということで、あ、前畑さんっていうのがこの競技の、第一人者なんですか。よし、じゃあ一応ね、曲の方かけていきましょう。次に控えているのは将来を非常に期待されている日本の選手。いきますよ。将来をね、非常に気に、いけ、いきます、本気でいきます。いきますよ、皆さん応援の方よろしくお願いします。集中します、集中しますよ。いきますよ、集中してます、私集中してます。絶対に見せれない、絶対に取る、メダルを取る、この一本でメダルを取る。タイムの遅れがほんのわずかだと分かっているでしょう。いきますよ。頑張れ監督。ありがとうございます。あ、やばい、あ、終わった。この選手の滑りに期待を寄せていた人は終わってしまった。残念ながら本来の実力が出せないまま終わってしまいましたね。終わりました。ベストな滑りとはほど遠い本人もがっかりでしょうね。ダメでした。リプレイでもう一度見てみましょう。おかしいな。前畑は女子水泳、あ、なるほど、女子水泳の方のことを言ってたんだ。ということで308番さんいらっしゃいませ。うーん、安倍氏、おたわですよ、がっかり。あー、ということでグライムさんいらっしゃいませ。ちょっとちょっとちょっとですよ。分かってた言わない、ちょっと悲しい。もう一回行きたいな。リトライってのがね、でき選べないのが辛いな。リトライってのができたらいいんだけどな。1回ずつメニュー画面に戻らないといけないのがちょっと尺ですけどね。まあでもいいですね。なかなか完成度高いですね、クオリティはね。先ほど何回も言われてましたけど、もう1回行きましょう。本気で行きますよ。あ、ゲッツということで、ゲッツということで行きましょう。何なんでしょうね、あの動きね。ここだよ。ということでね、皆さん怒られてるようでございますが、頑張っていきますよ。よし、次は決めますから。曲何がいいんだろうな。まあいいや、これでいいかな。これにしましょう。私が基本的にゲームに集中するこの曲。いきます。オリンピックでも人気競技の一つ、アルペンスキー男子滑降、まもなくスタートです。若い日本選手、恐れ知らずのチャレンジで、いきます。現時点での上位ランキング選手に挑みます。いきますよ。これ以上のスキーコンディションは望めませんね。これ以上のスキー監督さん、マゴツです V ということで、ウイさんいらっしゃいませ。ただいまですね、ソルトレイク2002の方をね、プレイしております。ただいまね、メダルを獲得するというね、その目標をもとに私監督プレイしております。非常に素晴らしいね、このスキーコンディション見えるでしょうか。白銀の世界がわずかながらリードを許している。あ、そうなのか、まだリードを許してるのか。これでこれ結構頑張ってるんですけどね。そうなんですよ、いきますよ。やばい、曲がれ、オッケー、いけた、オッケー、さっき失敗したとこいけたぞ。こっちだ、こっち、こっち、旗が、旗の間をくぐっていかないといけない。こっちか、鬼門を飛ばした。ああ、もうまた飛ばしてしまった。難しい、混乱しているのではないでしょうか。ああ、ちょっと待って、もう一回いきます。これむずいぞ、意外と意外とむずいぞ。画面が広い、ちょっと操作画面を変えるか、視点変更するか。いや、動きますよ、私もさっきから動いてます。ちょっと待ってください、もう一回いきます。ゲッツということでいきましょう。メダルゲッツとなるんでしょうか。いや、さっきから何回も怒られてますけどね。もう一回行こう。この曲だったらいける気がする。いきますよ、皆さん集中してください。集中です。こんにちは。オリンピックでも人気競技の一つ、アルペンスキー男子滑降、まもなくスタートです。この絵の感じ、ちょっと待って、いきますよ。将来を非常に期待されている日本の選手です。そうですね、おちゃらけてる場合じゃありません。この選手にしては集中です。スタートにスムーズさがありませんでした。オッケー、この視点だったらいける。旗がね、どこにあるかね、そうなんですよ、見えないんで、この視点にしました。この視点ならいける。
いやそれはきついな。今日ゴーストヘッドもやるんだね夜ね。行くぞ。リードはされているもののその差はわずかだ。いけるいける、監督ならいける。曲がって門の左右を誤ってしまいました。むずいこれ。たったこれだけのミスでも曲がれないぞあれ。うわーこれきつい。もう一回行こう。いやこれ何あれ、むずくない、難しくないですかこれ。いや同じですか。いやあれ難しいな。じゃもう一回行きましょう。まあでも面白いですね。今日の監督もねさせてくれないのか、胸熱。いやー今日もね頑張って、ゴーストヘッドの方ねクリアの方目指していきたいと思いますけどね。まあ枠の尺余ったらね、もう一回枠ちょっとなんか取って、体験版のゲームなんかもやってみようかなと思ってますけど。スノーベーシンスキー場へようこそ。さて行きましょう。アルペンスキー男子行きますよ。集中です。若い日本選手、恐れ知らずのチャレンジで現時点での上位ランキング選手に挑みます。そうですね、金じゃないとねあれですよ、メダルじゃありませんからね。いいスタートが切れませんでしたね。コースの後半で盛り返すしかありません。いきましょう。なんかスタートがダメなんだな。そうですね、いきます。うわすごい、ヘリコプターの視点だこれ。すごいすごい。これ邪魔邪魔、旗が邪魔。ここが踏ん張りどころ、タイムビハインドはほんのわずかだ。行きましょう行きましょう。すごい臨場感この視点。この視点はやばい。残念。何？わー！この選手にとってのオリンピック競技は終わりました。ひどい、ちょっと怪我はなかったものの悔しい。ちょっと待って待って、この選手の滑りに期待を寄せている人は。あーそうですね、レースゲームあんまりやったことありません。残念ながら本来の実力が出せないまま終わってしまいましたね。ひどい話ですよこれ。どういうことですか。やばいやばい。いやひどいですね。今日は本来の力を出し切れていませんね。きっと本人もイライラしているでしょう。ちょっと見てみましょうか。ハイライト。別の角度からリプレイで見てみましょう。監督のねこの素晴らしいスキー技術をね。いやいやここら辺のがすごいいいんですよ。あのスピード感もあってね、顔のことについては言わない。いやいいですよ。すごいスピード感なんですよこれ。うわーこれはすごいな。このこの体がめげそうな感じすごいな。すごい。あーあひどい。これ死んだんじゃないかな、これ大丈夫かな。ひどいなこれ。ダメですね。やっぱし難しいですね。これひどいな。どうしよう、全然クリアが見えないぞ。ちょっとこの競技は諦めましょう。ちょっとねこの競技に関しては私ねセンスがなかったということで、ちょっとねいや参加者で済んだらいいですけどね、もっとすごい場所構成してそうですよね。ちょっと次行きましょう。ちょっとこれは無理ですわ。ちょっとこれはちょっと諦めてこっち行きましょう。これならまだ狙える気がする。グレイジータクシーの曲流します。じゃあちょっと待ってくださいね。110キロでぶつかってた。はい、ということで367番さんいらっしゃいませ。そうですね、ちょうどすぐね取れてくれるんでね。なんで古いんですかということで、まあねちょっとね2020年の東京オリンピックのゲームはさすがにまだ発売してないんでね、ちょっと今回はこちらの作品を使ってね皆さんとねオリンピックっていうのはねどういう風なワクワク感をね与えてくれるのかっていうのをねこちらの作品で、皆さんと一緒にね共有していきたいと思っております。さてラージヒルの方ね始まりました。オリンピックソルトレイクのね、スキージャンプ場ということで、素晴らしいですね。お客さんの方もいっぱい来てます。スタート1で自分の番をじっと待つのは日本の選手です。そうですよ、日本のね、選手が、日の丸飛行隊がどこまで飛ぶのか皆さん期待して見てるんじゃないでしょうか。ワクワク感ゼロじゃありませんよ。行きますよ。はい、そっちじゃありません。あ、そう、ソチ五輪のでもいいんですけど、行きます。よいしょ。もっと力強く踏み切らなければいけません。なんでなんで。はい、きっとこれは彼にとっていい経験になるでしょう。幸いひどい怪我は負っていないようです。あーなんでなんだろうこれ。動かないぞ、大丈夫かこれ。あーもう最初のジャンプを終えた時点では16位か。手首が動きませんよあれ。大丈夫なんでしょうか。9点
なんでなんだこれ。ちょっと今のジャンプをリプレイで見てみましょう。ちょっともう一回これ、まあ、もう一回見る。これ4箇所だな。キャラがかわいそう。飛びました飛びました。行ってくれ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 。これひどいな。これひどいひどいな。これ目が目がちょっとこれ目がいやでも結構元気みたいです。なんかしてるなんかしてる。俺は本当はこんな風に飛べるんだぞみたいな感じでねアピールの方しております。リアルだとか半身不随とかなりそう。いやなりそうですね。ちょっとこれはひどいな。アテネは後半に。あーこれやってもいいんですけど、まあ今日はこれでソル…あーそうか、アテネもやります。じゃあ後でこいつやっちゃった。まあ今回はね第35位ランクじゃないですよ。ということで第35位の方にランクインさせていただきありがとうございました。あ、ゴールデンタイムなのにありがとうございます。さて行きましょう。じゃあね次もう一回行きますよ。飛んでみせましょう。次は本気30くらいお前ということでありがとうございます。これ多分ね2回のジャンプの合計なんでもう多分優勝は無理ですけどね。あ、スタート位置で自分の番をじっと待つのは日本の選手です。そうですね、一応2回ね、次も予約枠の方しておりますんで行きましょう。行きますよ。倍返しでゴー。これが日本の代表たちだ。ハンザー直樹じゃありません。いや、なかなかいい踏み切りを見せました。よし、いいぞいいぞ。ラジルしかないんですよこれ。おお、距離が伸びましたし、いいんじゃない。経験でもかなりの高得点が期待できるでしょう。いいんじゃない。優勝来たんじゃない。あ、でも残念残念残念なのこれ。結構いい感じだったような気がしたけど、いいですよね。いいじゃんいいじゃん。メダル獲得からは程遠かったものの、でもこれ、これ2回これ飛んだら優勝できる。いけるかもしれん。ちょっと皆さんいけるかもしれんぞこれ。いや着地どころの騒ぎじゃない。これ2回行ったら。では今のをもう一度。ちょっと待って、これ飛ばしてもう一回行こうもう一回行こう。これ2回これ出したら優勝だこれ多分。そうですね。次で決めましょうちょっとね。高梨沙羅の方が飛ぶ。高梨沙羅ってなんだ。いけそうですね。ちょっとね次に期待しましょう。ちょっと次です次です。いいですねこれで。次で決めますよ。高梨沙羅って誰だろう。まあ行きましょうちょっとね。さてちょっとね実況の方もねちゃんとしていかないといけないですね。さすがにもうだいぶゲームの方見たんである程度実況はつけれないといけないような気がする。いきますよ。女子高生ジャンパー。なるほど、そういうことなんですね。すいません、私全然知らないんですよね実は。あんまりゴリンのこと知らないのにこんな放送枠取っていいのかって話になっちゃいますからね。うん、リゴノーズクリアしてません。まだね今のところあの企画枠の方はね、ジャンプ男子男子今はちょっとね第一ラウンドの模様を少しお休み枠となっております。いきますよ。またね、再開をすると思いますんでそちらの方ご期待ください。にわかです、にわかオリンピッカーです。いきますよ。いますよ。さて、ソルトレイクオリンピック、スキージャンプ会場、ラージヒル男子、今からですね日本の選手が飛ぶということで、多くの方がこちらでも日本コールの方が起きております。日の丸飛行隊がねどこまで飛ぶのか、日の丸飛行隊復活なるのか、皆さんそちらにねご期待の方よろしくお願いします。失格じゃありませんということで、サボテンさんいらっしゃいませ。いきます。いきますよ。はい、ジャンプ。なかなかいい踏み切りを見せました。オッケー、オッケー。ラージ、ラージ、ラージ。K 点超えた。いけ。飛距離が伸びましたし、飛型点でもかなりの高得点が期待できるでしょう。日本ということで。あ、喜んでる喜んでる。何これ、すごい喜んでる。ちょっと待って、喜びすぎ。何が起きた、何が起きた。これはいいんじゃないか。いいぞいいぞいいぞ。18点台。次のラウンドでもこんなジャンプができれば、1位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 ですよ。ヒゲがかわいい。ヒゲがかわいいということで1位ですよ今のところ。喜んでる喜んでる、相当喜んでる。俺の力見たかみたいな感じですね。いい感じです、いい感じいい感じ。とりあえず2回目行きましょう。2回です、2回です。このジャンプは見なくていいです。次行きましょう。2回目のジャンプで決めましょう。うわ、2位と1位の差がやばい。これ股間も盛り上がっておりますが、こちらの選手ね。しかしまあね、リスナーさんも盛り上がってますよ。しかも私が一番盛り上がっております。さて、1、
1位と2位の差が40点近くある。いきますよ、頑張りますよ、次できますよ、ぶっちぎりですよ。これ失敗しなかったら優勝しますね。これいきますよ。さあ日本の選手がスタートしました。どうやら日本の選手が今ぶっちぎりで1位、このジャンプをね失敗しなければ、着地だけ失敗しなければ成功すれば、成功すればですね優勝。さて原田いけるのか。原田いけ、うまく踏み切りました。原田飛んだ、着地飛んだ、原田が立った、いけました。これ絶対優勝だ、優勝じゃないこれ。さて、表示される見てください、すごい。今日ここユタゴ臨海園では素晴らしいジャンプの数々を見ることができました。分けても素晴らしかったのが彼のジャンプでした。いけた、世界一いけました。これはいったんじゃないか。ちょっと見てみましょう皆さん。いや来ました、本当に。ということで463番さんいらっしゃいませ、見てみましょうリプレイ。素晴らしいジャンプ、これが日本代表の世界基準のジャンプなのか。美しいですね、拍手をありがとうございます。簡単すぎるとか言わない。やりました、優勝決定の瞬間です。あーピースサインしております。そして見上げる、掲示板を見る、そこに表示されたのはそう1位でございます。もう決定でしょこれ。これ決定じゃないの、あれこれ決定じゃないの。あ、そうなんですね、ナンバーワンですよ。さてこれで優勝でしょう。ちょっと次行ってみましょう。あれ次行かない、行った優勝じゃない、優勝 250.5 ですから、もうぶっちぎりだ、ぶっちぎりだこれ、優勝だ。ちょっと待って、何これ、これで終わり、まさかそのまま終わるの。ジャンプ男子ラージヒル個人、さて日本代表まさかの優勝でございます。こちら新人監督、スキーラージヒルでですね圧倒的な勝利を、抑えました。見えるでしょうか今、一番表彰台の高いところに日本代表が、日本の国旗が飾られております。いやー素晴らしいですね、これがですね日本代表の、表彰台にね上がって、いやそうですね、皆さん、次のねソチ五輪でもこのね、映像が見れるんでしょうか。いやー楽しみですね。まあ今回はねゲームなんであれなんですけど、いやー良かったですね。ということで皆さん拍手の方ありがとうございます。ソチ五輪でもね、この、表彰台の一番高いところに日本代表選手がね乗ることができるのか、そういったことにね気にしていきたいと思いますけど。ん、え、何、国歌斉唱、いやダメですよ、国歌斉唱ありませんよ。まあでもまあ本当のね本番でね、1位を取ってもらってね、それを聞きましょう皆さんでね。とりあえず、一応ね一つ目クリアでございます。いやー感動しましたね、結構感動しますねこれね。次行きましょうね。じゃあ次何なんだろう、次は男子パラレル、これどんなんでしたっけ。オリンピア、ノリンピア、ノリピー、マンモスレピー、遠藤聖翔。はい、ということで496番さんいらっしゃいませ。オリンピア、ノリンピア、ノリピー、マンモスレピーということで、懐かしいですね、マンモスレピー。いや、まあこれにね収録されてないんでね、すいません。男子パラレル大回転、言いましょう。第1ラウンドの模様をお伝えします。これは右に行くんですよね、確かね。それを忘れちゃいけない。先ほど私がねスタートして直後に、終わってしまった、この男子パラレル大回転ですか。それやってみましょうもう一回ね。私が得た知識ではどうやらこの旗の短い方に行くらしいんでね、それを目指していきましょう。このレースでは日本の選手は青コースを滑ります。赤コースはスウェーデンの選手が滑ります。何、どっちが俺、青が私ね、青が私、違う、赤が私。両選手同時にスターティングゲートを飛び出しました。むずいむずい、超絶むずい、超絶むずいんですけど
超絶むずいんですけど、これ何これ。青コースの選手、最初の選手からスローダウンし始めました。青コースの選手、いやーこれ何これ。ペナルティーが課せられます。予選のベストタイムの 5% が次のスタートに加算されます。このスピード感、スピード感ないぞ。悠々のフィニッシュで赤コースの選手が勝利。いいのか。まあ、いやスウェーデン選手が1回目でアドバンテージを取りました。いやもう一回行きましょう。ちょっと待ってよ、あれどういうこと。いややってますよ、あれでも十分真面目にやってるんですよ。あ、2回目です、2回目。青コースはスウェーデンの選手です。あ、しかも観客の声がなくなった。赤コースはすごい寂しい。滑ります。いや何これ、無観客試合が始まってしまった。ちょっと待ってよ、これ曲流さないとまずいぞ。ちょっと待ってよ。まずスターティングゲートでリードを取ったのは青コースの選手。いきます。もう観客の声が聞こえなくなりました。いきますよ。これやばいやばい。ちょっと待ってよ、とりあえず全一応全てのコースを走り切ろう。青コースの選手リードしたまま中間地点を通過しました。で左行って、いきますよ、こっから追い上げますよ、私が。やばいやばい。あ、一応クリアは、クリアというか完走しました。青コースの選手の勝利になります。あー、でも青コーナーの選手の勝利ですね。この結果、スウェーデンの選手が準々決勝に進みました。はい、というわけで、これ無理ですね。いや、ビール飲んでませんよ。完食ということで、うん、ありがとうございます。この競技はむずいかもしれないな。まあ今回はこれダメでしたね。ちょっと次もう一回行ってみよう。なんかあともう一個行けそうな競技ありましたよね。柔らかく行こう。わかりました、了解です。ちょっと待てよ、あとなんかあったよな。和骨ということで、519番さんいらっしゃいませ。ただいまね、ソルトレイク2002の方ねやっております。ちょっと私はあまりにもね下手すぎて。そうですね、エアリアルやりましょう、もう一回ね。あれ難しいですよ、音ゲー的な要素があるんでね、リズムゲーですよ。行きましょう。じゃあね、次はエアリアルですか。ボブスレーは優勝が狙えそうでしたよね。エアリアル、これか。先にこっち行きます。じゃあこれ難しそうだったからな、ちょっと簡単なやつで行きましょう。ワコツということで、ホワイトチョコさんいらっしゃいません。行きましょう。エヴァを思い出さないといけないですね。まずバーを止めるのがバツボタンですね。で中央に多分止めるんだと思うんですよ。こんにちは。でそれからコマンド入れていく。フリースタイルスキー女子エアリアルの会場です。行きましょう。コマンドはバツと三角だから、わかりました。行きます。まあこの曲で行きましょう、今日はね。この曲でそのまま行きます。観客がねだいぶ見守ってますよ。ちょっと待ってよ。次に登場するのは日本の選手です。メダル獲得のジャンプができるでしょうか。はい、わかりました。ということで LG さん、今日はありがとうございました。引き続き私は、ね、こちらの作品をやっていこうと思います。いきましょう。彼女ならやるでしょう。この極めて難しいジャンプ、あーやばい、これはやばい。スコアを約束されたも同然です。ちょっと待ってください、いきますよ。いくよ、来るよ。はい、踏切が、はい、バツバツ。あ、こういうことか。これむずい。これ矢印も入れないといけないのか。ジャッジはあのジャンプに高い得点はつけないでしょう。はい、そうですね。バイトの方頑張ってください。いやこれあれだ、これ十字キーとあの矢印ボタン同時押しだ。これ難しい。しかもこれね、微妙に成功してるように見えるのが悲しい。この得点では奇跡でも起こらない限り入賞の可能性はありません。ちょっとダメでしたね。ちょっとどうすりゃいいんだろう、これ難しいな。次に登場するのは日本の選手。もう一回行くみたいですよ。メダル獲得のジャンプができるでしょうか。ちょっと簡単なやつ言っていいですか。タリフ 3.15 のフルフルと呼ばれる技を披露します。オッケー、行きましょう。 3.15 のやつ行きました。わかりました、ちょっと待ってくださいよ。行きますよ。踏切が彼女の、はい、バツバツ下バツバツ下下。転倒で怪我はしていない模様です。これはスコアに響くでしょうね。むずいよこれ。何これ。このジャンプは失敗に終わりました。これ難しいな。コツがつかめん。しかも得点はよくありません。下位に終わりました。いや、あんなゆっくりなの。にはいいところが見られませんでしたね。難しいな。失敗したことが表情からも伺えますね。ひどくがっかりしています。いやこれ無理ですね。ちょっと。最後の見事な回転は得点つきますか。
いやダメです、あれこけただけですよあれね、うん、回転じゃありませんあれ。うん、じゃあボブスレーで優勝して、まあとりあえず今回の第1回でのソルトレイクに関してはこれで終わりにして、次あれに行きましょうか、あの、とあの夏季オリンピック行きましょうか。3点つきます。これ3点つきませんよ、あれ倒れてるだけですからね。これクリアしたら行きましょうか、あっち。クレイジータクシー来たー。よいしょ。クレイジータクシー来ません。ちょっと待って、クレイジータクシーの曲それ用意してないな。まずいまずい。クレイジータクシー。相変わらずの顔。クレイジータクシーどこだ。ジャマイカ代表はバスタブで練習した。出展映画。皆さんこんにちは。ボブスレー男子2人乗りの模様をお届けします。ツールランニングの人ですよね。ちょっと待ってくださいよ。これだから。あるかな、あったあったあった。OK ですね。じゃあ行きますよ皆さん。日本チームが最終準備を進めています。四角度丸、四角度丸、確か。行きますよ。オーライ OK 行きますよ。このスタートを見る限りかなりの好成績を期待することができそうです。行きますよ、落ち着いて落ち着いて、行きますよ。相当速いですよこれ。速いペースを維持しながら滑っています。これはいいタイムが期待できます。 OK OK OK、 いいよいいよ。ドラえもんドラえもんドラえもん、いいぞ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 、これならいける、これならいける。優勝目指しましょう、優勝。オッケー。最初の滑りではメダル獲得を狙える位置。いい感じいい感じ、相当速い相当速い、これは余裕で1位だろこれ。オッケー、1位です1位です1位でした。オッケー、素晴らしい滑りでしたが、次行きましょう。もう1回いきますよ、2回目いきます。日本チームは最終準備を進めています。丸を押して、いく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 いきましょう。ちょっと待って、集中してます。ただいまゲームの方に集中しております。皆さんとね、素晴らしい金メダルをね、共有するために頑張っております。このペースを最後までキープできれば間違いなく1位につけられます。オッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ、集中して集中して、わっしゃわっしゃ、いけるいける。優勝が見える、優勝が見えてきた、優勝が見えてきた。このカーブを曲がりきれば優勝だ、優勝じゃないか。したのはこのチーム、これ以上は望みようのない最高の結果です。どうなったんだ。ちなみに青丸は現在の最速ペース、あ、そうなんですね。ということで1位獲得でございます。やりました、優勝じゃないかこれ。そうですね、優勝じゃないか。今の滑りには満足しているんじゃないですか。オッケー、すごい喜んでますよ。いや超気持ちいいですよ。それではイージーすぐるとか言わない、もう一度見てみましょう。一応見ておきましょうか。さて男が2人で、小さなこの船に乗り雪の上を走る、それがこのボブスレーだ。そしてこの軽やかなカーブ、パッと見ではわからないね、このテクニックによってね、このボブスレーはね滑ってるわけですよ。まあ船、これボブスレーって何なんですかあれ。出れますねこれね、ボブスレーがちょろいですか。4人乗りのボブスレーもありますもんね、そういえばね。あー、スケルトン・リュージュ、これはソリか、そうか、船っていう言い方はしないのかな。さて、喜んでおります監督、まさかのね自己ベストタイムでのね優勝ですよ。さて行きましょう、多分優勝したからメダルがもらえるはずだ。うわーいいなーこれ。そうだねということで、これまでに行われた数々の競技の中でもハイライトの一つであったボブスレー男子2人乗りは、いやいいですね、私たちにオリンピックの素晴らしさをたっぷりと教えてくれました。自己ベストじゃないですよ、いやこの姿が見たいですね本番でも。頑張ればオリンピックに間に合う
7年後ですか。それじゃああれじゃないですか、武井壮じゃないですか。武井壮さんオリンピック目指すらしいですね。すごい話ですけど。いや、いいですね。メダルの方をね獲得しました。そうですね、2人獲得したのになぜか1人しか表彰台に立ってませんでしたけどね。そこら辺ちょっと気になるところですけど。いやー、ということでどうでしたか。とりあえず、冬季オリンピックはそろそろここで一旦ね終了して、また次の作品のやっていこうかなと思ってるんですけど。オッケー、とりあえずソルトオリンピックに関しては2つも獲得しましたね。6つのうち2つを獲得。まあ、今日の枠じゃね、6つのうち2つを獲得というところでね終了です。じゃあね、もう1個の作品のやってみましょう。ちょっと画面の方切り替えますね。ジャンボ、こっち行こう。ジャンボということで、そうですね、あ、それもいいかもしれませんけどね。